風邪か花粉で声が出にくいけど、それでもやっぱりロマサガは面白い、ロジロゲームズです。ということで今回もロマサガやっていきたいと思います。はい、ということでですね、今回ロマサガやっていきますけども、今ちょうど3バトラーがね、最後のアリが追加されたので、早速行ってみたいと思います。はい。イベントですよね。イベントの、タームソルジャー、タームバトラー。シロアリの巣、タームバトラー。で、ここさっきちょっと見たんですけど、まだ一回もやってないんですけど、ドロップ報酬が変わりましたね。前回のね、タームソルジャーは、この記念スタミナ回復剤ね、30回復する期間限定のスタミナ剤一つだったんですけども、まあ一種類だったんですけど、今回このスタミナ回復剤中とそれと大が追加されたので、今のところですね、確か、討伐数ね、1000万体は、マーンタームとタームソルジャーは、クリアしたのかな？確か。そうそうそう。マンタームすごいですよね。3000万ですもんね。3100万。で、タームソルジャーは1900万ってことで、ここはノルマ、クリアしました。で、まあ、残すところ今回追加されたタームバトラーなんで、まあ皆さん、もちろんここね、行くと思いますんで、私もやっていきましょう。それからまあね、ドロップ報酬にね、回復剤の中と大、これなかなか手に入らないというか、大はね、私一つも持ってませんでした。ショップのところのね、スタミナ回復っていうところで、ここでね、スタミナ剤が、ここで見れるんですけれども、自分はですね、スタミナ回復剤台はね、一個も持ってないんで、これ90回復できるんでね、これを、まあ、大量にゲットできたらいいなと思いますけど、前回のタームソルジャーも結局、一番最初に、回復剤がドロップで1個、3個か、3個落ちたんですけど、それ以外はもう全く落ちなかったですね。何やっても落ちなかった。うん。だから今回のこのタウンバトラーの回復剤大は、まあ、期待はしてないんですけど、落ちてくれたらいいかなっていう感じで。はい。じゃあま、ごちゃごちゃ言ってないで行きましょう。で、交換所の方はアイテム追加ありませんでした、結局。はい。もうこのアリ3種類は全部同じ交換所のアイテムですね、報酬アイテムは。だから、ま、ここのドロップの、はい、アイテムが増えたということで、こうやっていきたいと思います。じゃあまずはね、220あるんで、どうしようかな。まあ普通の1ラウンドだけのシロアリやっていきましょうか。メンバーは今ね、その残攻撃のスタイルが、なんだ、キャンペーンで2倍なんで、最近取ったウルピナ、でからカタリナ、で、アセルス、そして最終工程のね、ホワイトデーの方、全くいらない最終工程。この最終工程のね、ホワイトデーの方は、本当、なんでしょうね、あっちの無名誉剣持ってる方の最終工程ね、私あれ欲しくて欲しくてたまらないんですけど、持ってないんですけど、あれと比べると本当なんでこいついるのかなと思ってしまうぐらいのキャラクターですね。なんていうのかな。とりあえずこの最終工程ホワイトデーの方は、くっそ弱いです。はい。今ね、そのスタイルレベルはまあ40前半なんですけど、50とかにはね、してないんですけど、今ね、まだスタイルレベルが34ぐらいのウルピナ。最近取ったウルピナなんですけど、スタイルレベルはね、10ぐらい差があるんですけど、ウルピナの方が全然強いですね。まあ、テンションアップ4持ってますし、で、HP もね、思ったより高いですね。うん、カタリナよりも、今ね、自分これカタリナとウルピナとアセルスって入れてるんですけど、まあ、これ見てもらったらわかると思うんですけど、ウルピナがですね、HP573 あるんですよね、今。スタイルレベル34ぐらい。で、HP573 に対して、まあ、装備とかその辺もいろいろありますけど、ステータスちょっと変わりますけど、それでも、カタリナが565。ウルピナは573に対して、カタリナ565。カタリナの方がね、HP 低いんですよ。スタイルレベル10も高いのにもかかわらず。まあ、育成してるね、なんだろう、能力アップ、ボーナスに差は出てるかもしれませんけど、うん、まあ、それでもね、今の段階で、スタイルレベル30前半で、ウルピナがこれだけしっかりと HP 持っててくれて、まあ、腕力も85ありますんで、で、テンションアップ4っていうね、アビリティ。このテンションアップ4がありますんで、結構ね、攻撃力もありますし、で、まあ、耐久力もありますし、スピードも全然遅くないです。カタリナはその分かなりの鈍速なんで、
ね、もう一番最後に行動っていう風に、まあ、割り切って使わないと、うん、ちょっとしんどいかなと。で、まあ、そうですね、カタリナの技、地釣り残月とかもね、結構威力はあるんですけど、まあ、ウルピナのね、マルチウェイも負けてないんで、はい。まだね、ランクは13なんで、今ずーっと鍛えてるんですけど、はい。なかなかちょっとね、上がらないんですけれども、カタリナの地釣り残月で10か。うん。まあ、それでもね、結構ダメージ出ますよ、マルチウェイも。ウルピナはね、ちょっと最終工程のね、あっちの、無名剣の方の最終工程をゲットするまでは、ウルピナ結構使っていきたいな、と思っております。ただこのね、最終工程ね、この人がいかんせん、なかなかね、ちょっとステータスの、どうなんだろうな、待機慢性型なのかな。確かに、その、なんだろう、アビリティでカバウとか、まあ、自己再生3とかね、結構いいの持ってるんですけど、まあ、なんせ火力が足りないです。確実に。はい。この BP 技も一番最後のね、後期一戦。後期一戦も、これ横一列攻撃はしてくれるんですけど、なんせ A なんですよね、威力が。多数攻撃できるかもしれないけど、まあ、A ではね、やっぱり威力出ないんですよね。まあ、こっから先ね、技ランクまだこれ5ですから、まあ、技ランク上げていけばもう少し出るのかなと思うんですけど、まあ、それでもそこまで鍛える必要あるのかなっていうのが、今思ってるところです。とりあえず、タームバトラー行きましょう。じゃあ、これは普通の方。1回戦だけで。はい、じゃあこれでスタート。はい、行きます。はい。だが、効く。だが、ウィーク。ね。だに弱い。まあまあ、弱いでしょうね。技、ストーンシャワーをキック。はい。まあ、タームソルジャーとね、ちょっと技は変わりましたけど、まあ、おそらく弱いんで、ワンパンで行ってくれると思うんで、もうワンパンで倒していきましょう。はい。まあ、とりあえず、回復剤がドロップするかどうかなんで、ここは。さあ、どうだ？ドロップするかな？あ、ドロップはしませんね。はい。初回クリアで、ジュエル50ってことで、金塊が6個。はい。じゃあ次へ。で、次はね、一気にの方行ってみましょう。で、今日また後で話すんですけれども、今ね、自分を気に入れて、まあ、必ずスタメンに入れているのは、まあ、このアザミなんですけど、はい。アザミはね、本当に強いですよ。アザミは本当に強い。アビリティのテンションアップ4、これがかなり効いてますよ。これはかなり効いてる。すんごいダメージ出すんで、アザミ持ってる人は、アザミ絶対鍛えた方がいいと思います。ぜひぜひ、アザミ鍛えて欲しいということをちょっと後でまた話します。はい、じゃあ、一気にアリノスターンバトラー行きましょう。ここで戦闘開始。一気に行きましょう。はい、ここはもう通常音で行きましょう。早いんでね。ここも10ラウンド。まあ、最後の10ラウンドだけちょっと、あれしよっか。ね、BP 技で、一気に行きましょうか。ここ早送りできないかな。まあ、今の間に話しましょうか。さっきも話したんですけど、アザミのね、テンションアップ、これはね、結構ダメージ出ますんで、私、体術はね、一番最初、アルカイザーを引いたので、アルカイザーをね、ずーっと育てて鍛えてたんですけども、アルカイザーよりも、もちろんダメージ出ます。で、キャットもね、まあ、最近手に入れて、今育成して、まあ、ちょっとアザミにだいぶ追いついてきたかなと。46、スタイルレベルが46、7ぐらいまで上がってきたんですけども、絞り上げてるんですけども、やっぱそれでもね、テンションアップ4というアビリティがあるだけで、アザミと、ごめんなさい、キャットと、もう雲泥の差って言ってもいいぐらいね、ダメージの差が出ますね。アザミの、クリスマスの時の S アザミを持ってるとサブミッション継承させることできますんで、もし S のアザミとこの SS のアザミ持ってる方で体術あんまり好きじゃないからっておっしゃってる人いるかもしれませんが、ぜひアザミ鍛えてください。必ず戦力になりますんで。はい。じゃあオーバードライブで、どうしましょう。千手観音で行きましょうか。だが効くんで。千手観音、マルチウェイ、地釣り残月、ライジングノバー で、後期一戦ね。全く役に立たない後期一戦ですけど、これでアザミがね、千手観音いくら出すかちょっと見てください。かなり出しますんで。ドン。アザミ一発目。あ、オーバードライブしてない。参った。二人だけ。残念、24,000でした。はい、ごめんなさい。全員オーバードライブしてるものだと思ってました。
ごめんなさい、まあ、するわけないですよね。敵が弱いんでワンパンで死んでいくんでね、オーバードライブ溜まってませんでした。まあでもね、24000です。これね、5人ね、オーバードライブしてると28000から30000乗ってくるんで、これ鍛え上げたら結構いくと思いますよ。オーバードライブ時最終工程の35000に近づくんじゃないかとは私は思っておりますけど、まあそれになるように頑張りたいと思います。はい。で、今回の限界は、いくらでしょう？計算しましょう。36、58、58、132ですかね。132個。少ないですね。36、58だから、そうね、132個。まあ、少ないですよね。はい。でも再戦。まあ、回復剤はドロップしませんでしたということで、まあ、これをちょっと繰り返しましょう。はい、ということでですね、220枚あったので、1回だけ3枚のところやって、あと残り217枚あったんで、30回の方かける7ということで、7回やってきました。で、結果はこの通り、ドン。回復剤は2個だけ落ちました。中と大は1個も落ちませんでした。残念ながら。はい、なんだったっけ？舞踏会5の上級2回戦。はい。これやりたいと思います。どういう風にやってるかと言いますと、まあ、前回も言ったんですけど、技ランクをね、少しでも上げるために育成しております。はい。で、他にもね、ゴーとレスと、劇か、舞踏会やるんですけど、私のこのパーティーで行くと、このゴーが一番ちょっと相性がいいかなと思うんで、それも皆さん自分の、ご自身のパーティーでどこが相性がいいかっていうのをね、見極めてください。私はここが相性がいいんで、ここでやっております。はい。で、まずね、このアザミの連騎将なんですけど、はい。まあ、先言いましょうか。こっち、千手観音ね、一番 BP 使う技。ここはランク10、技ランクをね、ここをね、何言ってんだ。覚醒させて、10で打てるようにしております。BP10 で打てます。で、ここはランク99まで、マックスまで上げております。で、連騎将がまだね、99になってないので、今連騎将を上げようと思って、このパーティーと、この上級2回戦の GO というところをチョイスしております。はい。で、この連騎将なんですけど、BP9 で使える技なんですけど、今ね、ランクは56。で、威力は C なんですけど、全体攻撃なんですよね。で、テンションアップ4っていうアビリティを持ってるんで、常時攻撃力が上がるんですよ。アザミの場合は。で、まずここでね、アザミに連騎将打ちます。で、ウルピナ、マルチウェイは、覚醒させてないので、13なので、ここ打てないんで、通常攻撃で行きます。で、カタリナも、ディズリー残月は13のままで打てないんで、通常攻撃で1ターン貯めて次打てるようにします。で、アセルスなんですけど、アセルスは、モニカを狙います。全体攻撃してくるのがこのミカエルとモニカなので、この二人をね、先にやっつけたいと思うんで、アセルスにライジングノバーで、ここは BP10 にしてますけど、はい。ランク42ですね。はい。これもずっと今鍛えております。はい。で、これをモニカに当てます。最終工程はもう通常攻撃で。こちらも、BP 技がまだ使えないんで、1ターンと思います。今の連騎将見ました。4700なんですよ。全体に対して。で、これがまあ、今4900ぐらいまでは見てるんで、おそらくね、これ技ランク上がってくると、まあ、5000で出すと思うんですよね、アザミが。となると、全体攻撃で、真っ先に攻撃できてアザミ早いんで、敵よりもね。で、それで、全体で5000出せたら、さすがに強いと思うんですよ。まあ、敵の相性にもよりますけども、ダをね、レジストされたとしても、2、3000は出すと思うんですよ。全体で。でしかも、早いんで、先に。で、これを、まあ、例えばアルカイザー、キャット、で、他にもね、体術、キャラいますけど、全員に連騎将を打たすと、それだけで結構殲滅能力上がるんで、まあ、アザミの場合は、これ連騎将を使うと、9、使ってしまうんで、次がね、通常攻撃に戻るんですけど、それでもこの連騎将が強いっていうことなんで、まあ、敵の数が多い時とかね、雑魚を殲滅したい時なんかは結構役に立ちます。で、アザミの場合もう一個上級の技の千手観音。
天寿観音もこれ結構ダメージ出ます。自分で何回も見てますけど、そんな出すのっていうぐらい出しますし、はい、アザミはね結構一押しなんで、 S のアザミ持ってるとサブミッション継承できますんで、アザミのサブミッションはもう必殺技ぐらいで威力出しますんで、下手したら8000ぐらいボンって出すんで、はい、オーバードライブしてるとまあ結構なダメージ出すんで、で腕力下げたりできるんでね、はい、アザミはとりあえず E ということで、 BP をね貯めたので、ここでウルピナのマルチウェイで、カタリナのジズリ残月ということで、手動でできるときはこういう風にやった方が技ランク上がるんで、威力変わってくるんで、ぜひやってください。はい、で最終工程は後期一戦ということで、さあランク上がりますか、どうかな。後期一戦からどうですか、このダメージ。後期一戦1867、ダメでしょ。マルチウェイ3700、やっぱこれぐらいは出してくれないと。アザミにまず連機章を打たせます。ウルピナとカタリナは BP 貯めるために通常攻撃で、まあモニカもね、全体攻撃同心で倒します。ライジングの側で倒します。はい、まあ最終工程は通常攻撃、連機章見てください。これ5000出ました。ユリアンに5000出しましたね、とうとう。はい、この調子でね連機章鍛えていきたいと思います。まあ、全体攻撃でね4000後半から5000出したらね結構楽になるんで、まあボス戦とかになるとね、やっぱ戦術観音か、サブミッションを使っていけば全然戦力になるんで、はい、下手にね弱点ついたスタイル連れていって、まあ中途半端なスタイル連れていくぐらいなら、アザミのサブミッション、戦術観音全然有効に効くんで、ぜひアザミ鍛えてくださいね。はい、でここは通常攻撃でウルピナマルチウェイで、カタリナでジズリー残月で、アセルスはもう通常攻撃の最終男、後期戦。ひらめくかな？どうかな？さあどう？マルチウェイ。後期戦。1800ぐらいでしょ？ほら、ね。ジズリ残月で、4200。マルチウェイで、3000。うん。まあ、レジストされましたからね。まあ、それでもね。レジストもされてないのに1800ぐらいしかね、ダメージ出せないんであれば、まあ、他のキャラ使った方がいいのかなとは思います。まあ、そんなとこですかね。あとはチャレンジ。魔戦回路は今度明日かな？明日リスタート始まるんで、明日からまたやりましょうということで。で、新横の密林調査は今ね、チケット、今8枚ですね。たっぷり魔物とザクザクやってないんで、それやると、チケ2枚もらえるんで、これで10になるんで、今度20日かな？ 20 日から2倍キャンペーンになるんで、まあ、ちょうど10枚に合わせてやりたいと思います。はい。ちょっと言ってることわかるかな？お知らせ見てくださいね。はい。はい、ということでね、まあ、駆け足というかね、結構寄り道とかね、話が逸れちゃったりもしたんですけども、新しく白アリのね、タームバトラーが追加されたということで、皆さん、1000万体討伐のために頑張ってやっていきましょう。はい。まあ、今回の動画はここまでなんで、また次の動画で会いましょう。バイバイ。